ホルヘドレクスレルとはウルグアイのミュージシャンである。映画モーターサイクルダイアリーズの川を渡って子立ちの中への作曲により2004年にウルグアイ人として初めてアカデミー賞を受賞し広い賞賛を得た。1995年に彼はホワキン・サビーナによってマドリードに招かれ、彼によってスペインの重要な歌手の地記を得た。 ドレクスレルは1996年にアルバムバイベンを録音するためにスペインに赴いた。彼はスペインに渡り、ユベイ、フロンテラ、シーアンドエコの4枚のアルバムを録音している。以来長年スペインに住んでいるが、彼のアルバムの一部はウルグアイで、ウルグアイ人ミュージシャンと共に録音されている。かつて、ロックバンド、エルペオテアセシーノのメンバーだったフアン・カンポドーニコと、 カルロス・カサクベルタがドレックスレルのアルバムフロンテラ C ・エコ12世群ロースでオスクリードットをプロデュースしている。2009年の第51回グラミー賞において2008年発表のアルバムカーラ B がベストラテンポップアルバム部門でノミネートされたが受賞は逃した。2014年の第15回ラテングラミー賞において4部門でノミネートされ、 レコード・オブ・ザ・イヤー部門とベスト・シンガー、ソングライター・アルバム部門の2部門で賞を受賞した。彼の音楽は、ウルグアイの伝統音楽とボサノバ、ポップ・ミュージック、ジャズ、電子音楽等を組み合わせて生み出された、まさに彼独自の作曲とオリジナルな編曲と呼べる水準にまで昇華されたものである。彼の歌において、言葉は特に重要な役割を果たしている。愛の別離 アイデンティティ、人種、宗教についての熟慮が作品においては多い。ドレクスレルの歌、川を渡って、子立ちの中へは国際的に成功した映画、モーターサイクルダイアリーズによって賞賛を得た。この曲は映画のサウンドトラックではドレクスレル自身によって歌われているが、第77回アカデミー賞受賞式ではアントニオ・バンデラスとカルロス・サンタナによって歌われる。 こととなった。当時のドレクスレルが受賞式で歌を披露するには知名度不足だと判断されたためである。これに対抗してドレクスレルはオスカー賞受賞式の際、スピーチの代わりに同曲の一部をアカペラで歌い上げ、異種返しを行った。ドレクスレルはモンテビデオにてユダヤ系の家族に生まれた。1939年、彼の父が4歳の時、 ドレクスレル一家は、ナチスドイツによるホロコーストから逃れるため、ウルグアイへ移住した。また親類は、南米のボリビアにも移住しており、ホルヘ・ドレクスレルの父も8年間、ボリビアで生活した時期があった。1939年1月当時、南米各国は、ヨーロッパからのユダヤ系移民の受け入れを大幅に減らす、方向性で申し合わせていたが、ボリビアだけは、 ユダヤ系移民を広く受け入れ続けたという経緯があり、そのことへの感謝の気持ちを込めて作ったのが2014年のアルバムバイラール・イーエヌ・ラクエイバの収録曲、ボリビアである、とホルヘ・ドレクスレル本人は語っている。ウルグアイで避難に直面した後、彼らは1年間イスラエルに移住した。このため、ドレクスレルはヘブライ語を流暢に話す。彼の家族と同様に医学を学び、 ジビーン公開となった。彼はまた音楽を学び、2枚のアルバムを出した。この2枚のアルバムはウルグアイのみでリリースされた。彼のガールフレンドはスペインの女優、歌手であるレオノール・ワトリングである。彼女は2009年1月に息子・ルカを出産した。ワトリングはバンド・マルランゴでボーカルを担当している。ありがとうございます。